では間もなく高速道路に乗ってきます。先行車両との距離はこちらのボタンで3段階に調整することができるようになっています。プロパイロット 2.0 ではないんですが、どん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 このプロパイロットも進化をしていますね。はい、ではサービスエリアから再び本線に戻っていきます。はい、では合流加速します。はい、相変わらずといいますか、この e パワー、高速道路の加速などこういったシーンもスムーズに走ってくれますね。そしてこのオーラ、ぐっと加速するときには発電のためにエンジンが高回転で回るんですが、しかしそういったシーンでも室内に入ってくるエンジン音というのはすごくよく抑えられていて、本当に快適で静かな車だと思いますね。今一旦プロパイロットを切って走らせているんですが、こういった車線変更も今高速走行していますけれども、不安感なく安定してスッと隣のレーンに移ることができます。では再びプロパイロットを有効にして走っていきましょう。サービスエリアで目的地を設定しました。会津若松の鶴ヶ城に目的地を設定したんですが、そうすることによって見てください、このメーターの方ですね、しっかりこのナビの画面に地図が表示されてルートガイド情報が反映されています。目的地を設定していない場合はここの画面がコンパスの表示になってるんですが、設定することによってしっかりこのナビの情報と連動して目的地へのルート情報、ルートガイドですね、これ表示してくれるので、ルート上走行する分にはナビに目線を向けなくてもこのメーターと正面のこの上下の視線移動だけでうまくしっかりルートをチェックすることができるようになっています。まもなく左方向、磐越道、いわき、新潟方面です。はい、その先、右方向です。はい、ではナビの案内に従ってジャンクションに進入していきましょう。はい、ジャンクションへ入りました。今プロパイロットを有効にした状態でジャンクションに進入したんですが、そうするとこのプロパイロットのこういったルートに応じた走行の道路の状態に応じた速度制御が自動で有効になっています。これは今どこを走っているのか、そしてその走行しているルートのこのカーブに合わせてこのプロパイロットのシステムが自動的に状況を判断して速度を制限、自分の速度を安全に曲がれるスピードに制御をしてくれてるんですよ。なのでこういったカーブに入るところも自動的に安全に曲がれるスピードに減速を行って走行してくれています。いいですね、快適ですね。ですので私このジャンクションに進入した区間の中でも一度もブレーキ、アクセルの操作をしていないんですが、また本線に合流するルートに帰ってきているので、しっかり加速を行ってスムーズに車線に帰ってくることができました。はい、ではここからは制限速度が80キロの区間になりますので、こちらのプロパイロットも80キロに制御を変えて走行を続けていきます。個人的に今すごいなと思ったのが、今かなりこうジャンクション内の急なカーブの区間を走っていたんですが、あまり意識しないで乗っていたんですけど、ステアリングの操作支援も解除されませんでしたね。カーブの区間の中でもしっかり速度を安全に曲がれる速度まで速度を落として、ステアリングの操作支援は有効な状態でジャンクションを抜けてきました。でまたこのナビ連動の速度制御、これ今はジャンクションを走行したんですが、ジャンクション進入以外でも例えば首都高などのより急なカーブの発生するような道路でもこのナビ連動の速度制御は有効になりますので、より運転者が負担にならないようなそういう快適な運転をできるようになっています。こういった高速道路、自動車専用道においてはこのプロパイロットがあるとなしでは特に長距離を移動する際の疲れっていうのは全然変わってきますね。
初期のプロパイロットは本当にこの単一車線の制御だけで、速度制御っていうのは基本的には行いません。設定速度上限に100キロでセットしていたら100キロで走行、そして前に先行車両がいて速度がそれより遅ければそれに合わせて車間距離をうまく合わせて自分の車の速度を制御する、そこの操作まではしてくれたんですが、今のようなジャンクション進入時のもしくは急なカーブに合わせた速度の制御、そして先ほど試しました追い越し時の先行車両の追い越しのための車線変更の際の加速の制御、そういったところは本当にどん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 進化を重ねてとっても便利なものになっていますね。運転している分には、ステアリングに手をかけなければいけないっていう点ではプロパイロット 2.0 よりも、運転手の負担は多いと思いますけども、とはいえ私こうやって手をハンドルに添えて握ってるだけなので、本当にこれ一回使ってしまうと手放せなくなる機能ですよね。日産の車ではこのオーラはもちろん、そしてノートはもちろんのこと、他にもセレナだったりキックスだったり、あとはエクストレイル、さらには軽自動車のデイズ、そしてルークスにもプロパイロットつけることできますので、軽自動車まで高度な走行支援が使えるっていうのは本当にいいなと思います。そして今ちょうどトンネル内に入ってますので見てみましょう。この今こちらがセンターコンソールのシフトレバー周りなんですけど、ここに冒頭でちょっとメーターの設定の中で見ていたイルミネーションがここ入ってますね。明るさを設定することができるイルミネーションがこちらと、そしてドアパネルの方にも入ってますね。運転席助手席側のドアパネルにもイルミネーションがついています。もう一個地味にいいなと思うのがここの部分ですね。 USB の差し込み口のところもしっかりイルミネーションがついているので、暗い中でもこういったところの差し込みが問題なくできるようになっています。細かい部分ですけど、こういったところやっぱり乗っててテンション上がるなと思いますね。でこういったシフト周り、ドアパネル周りのこのイルミネーションというのはベース車両のノートにはない装備です。このノートオーラだからついている、ちょっと上質感の上がるインテリアかなと思います。はい、今高速道路走行中ということで、でなおかつ少し緩い上り坂の区間を走っているので、メーターエネルギーモニター見ていただくと分かりますように、エンジンは回った状態で、つまり発電は常に行った状態で走行しているんですが、このぐらいの走行感、ちょっとした上り坂を走ってるぐらいではエンジンもそこまで高回転で回りませんので、乗っていてもエンジンが回っているっていう感じは全く受けないです。正直これでエンジン回ってないのかなと思って今エネルギーモニターに切り替えてみたんですが、見てみたらしっかり回ってるんだと。この防音対策関係、標準のノートもかなり防音関係をしっかりした車なんですが、オーラになったことによってさらにワンランク上の防音処理、遮音処理をしているということで、こういった環境でもエンジン音を本当に感じないですね。で例えば今これトンネル内の走行時も、通常トンネルに入ると結構自分の走行音もそうですし周りの車の音も大きく聞こえるんですが、もちろん通常の道路走ってる時より入ってくる音は多いですけれども、それでもすごく車内は静かな状態が保たれてるなという印象です。道路が結構スムーズな路面状況になったんですけど、もうそうするとタイヤから伝わってくるタイヤの走行音、ロードノイズも本当に聞こえないですね。全然ないです。わずかにこうサーッという音は入るんですけれど、全然これは静かですね。でなおかつまだエンジンは回っているんですけど、このロードノイズもほとんどない、状態でエンジンがかかっているのにエンジン音を感じないっていう、いや素晴らしいですね。これ本当にいいです。しっかり防音処理がされてるなっていうのが本当によくわかりますね。本当に運転していて純粋な電気自動車のギーフとかその辺に乗ってるような、そんな感覚です。
あで今エンジン切れました。今日やっぱりエンジンが切れたこともほとんど気づかないぐらいですね。ま、正面に万代山が見えてきました。ちょっと残念ながら山頂の方が雲に隠れてしまってますけど、あでもここの道路は本当に眺めがいいですよね。もっとスカッと晴れてるとこの万代山の頂上までバッチリ見えるんですけど、今日は残念ながら雲に隠れてしまっています。今見えている万代山ですけれど、行きはこの高速道路を使っていくんですが、帰りは今見えてる万代山の裏側、まあ、裏万代って通常言うんですけれど、裏万代側を通って峠道を走って帰っていきたいと思っているので、そこのルートも結構景色のいいポイントありますから楽しみにしていてください。はい、正面に会津若松の市街が見えてきましたね。天気もなんとか持ちそうです。よかった。まもなく高速道路を降ります。会津若松インターチェンジで高速道路を降りますので、一旦そこでここまでの燃費情報をチェックしましょう。福島市からここまでずっとエコモードを使って走行、そして高速道路上のほとんどの区間をプロパイロットにお任せして走ってきました。まあ、特にプロパイロットを使うことによって先行車両がいない状態であればずっと一定速度を保って走ることができますので、まあ、燃費的にも結構有利なんじゃないかなと思いますね。はい、では高速道路を降りていきます。会津若松インターチェンジです。ルートガイドがしっかりと表示されています。運転席助手席のガラスが防音性能の高いガラス使ってます。はい、到着しました。お城を見に行きたいところですが、まずはここまでの燃費を見てみましょう。